マルガレーテ・フォン・ホラントは、神聖ローマ皇帝ルートビヒ4世の2番目の皇后。エノージョハク、ホラントジョハク、ゼーラントジョハク。エノーハクギオーム1世の長女。母ジャンヌは、バロアハク、シャルルの娘で、フランス王フィリップ6世の妹。イングランド王スティーブンの子孫、また、ローマ王、ビルヘルム・フォン・ホラントの妹の彦にあたる。フランス5名。 マルグリット、オランダ5名マルハレタ。兄に、エノオ・ハクギオーム2世、妹に、イングランド王エドワード3世の王妃フィリッパ・オブ・エノオ、がいる。1324年2月25日に、最初の日ベアトリチェシ・フィドニツカに先立たれた、ルートビヒ4世とケルンで結婚した。1345年に、兄ギオーム2世が、子供のないまま母子したため、白衣を継承した。 しかし、1350年に、ネーデルラントで、派閥抗争が起こり、マルガレーテと次男のビルヘルムがそれぞれ擁立された。1354年には僕、ホラント、ゼーラントはビルヘルムに譲渡エノオはマルガレーテの手元に残された。1356年のマルガレーテの死により、エノオもビルヘルムが手に入れたが、1357年に、精神に異常をきたし、 代わりに、マルガレーテの三男アルブレヒトが摂政として、ネーデルラントを統治した。マルガレーテ1351年、ブダで、スラボニアコーシュテファンと、結婚1357年、1358年、ゲルラフハフォンホーエンローレと再婚、アンナシモバイエルン公ヨハン一世と結婚、ルートビヒジョーバイエルン公ブランデンブルク編強迫エリーザベト1350年、 ベローナ領主カングランデ2世、デッラスカラト、結婚1362年、ビュルテンベルク博ウルリヒト再婚、ビルヘルム。シモバイエルンシュトラウビング公、エノー博、ホラント博、ゼーラント博、アグネス・アルブレイヒトシモバイエルンシュトラウビング公、エノー博、ホラント博、ゼーラント博、オットー・ジョー・バイエルン公、ブランデンブルク選定公。 ベアトリックススウェーデン王エリク十二世妃ルートビヒへの王博を呼び、ホラント博の紋章。ありがとうございます。